環境リモートセンシング研究センターは全国共同利用機関として1995年4月に発足し、人工衛星データをはじめとするさまざまな地球環境観測のビッグデータをリモートセンシングにより取得・解析し、診断型の地球環境研究を推進しています。特にセンサー開発、データのアーカイブ、データ解析、情報抽出、診断、評価と処方を重要テーマと位置づけています。具体的には気候変動、気象災害、食料問題、環境変動などの地球環境問題について、静止気象衛星データセットや国際地上リモートセンシング観測網、大気や陸域のモデリング技術、ビッグデータ解析技術を基盤に国際的な研究ネットワークを構築し、研究活動を推進しています。また文部科学省認定の共同利用共同研究拠点環境リモートセンシング研究拠点として、蓄積したデータ等を公開活用して国内外の関連研究者との共同研究を推進するとともに、国際的な人材育成にも貢献しています。先端的リモートセンシング研究では、市街、華氏、赤外、マイクロ波といったさまざまな電磁波を用いたリモートセンシング技術について、センサーなどのハードウェア、アルゴリズム、データの品質管理に関わる世界最先端の研究開発を進めています。この独自性を強みに、衛星観測や国際地上観測ネットワークの展開などを通じて成果の社会還元に努めています。地球表層情報統合研究では、衛星地上観測リモートセンシングデータと数値モデル計算データを統合し、大気や陸域、海域の環境情報を広く公開しています。これらのデータを利用して、温室効果ガスや大気汚染物質の分布や変動、水循環、大気陸面相互作用、植生に関する研究を行っています。衛星利用行動研究ですね、農業生産や故障生態など具体的な問題に対し、多様なステークホルダー、研究者との共同利用でリモートセンシング技術の社会実装を目指しています。特に近年ですね、衛星観測による農作物の生育モニタリングや農業保険における損害評価手法の構築に力を入れています。人工衛星データサーバーのほかに、人工衛星管制地上局、電波無形室などがあります。人工衛星管制地上局は小型衛星のほか、多機関の人工衛星の制御とデータ受信ができます。電波無形室は合成回路レーダーをはじめ、さまざまなマイクロ波センサーの開発に欠かせない設備で、周波数1から 40GHz まで測定可能な最先端研究設備です。セレスは全国唯一のリモートセンシング共同利用拠点として、設立当初から静止衛星ひまわり受信をはじめとする衛星データ処理・配布を継続しています。多くのデータはインターネット経由で誰でも利用可能であり、衛星データを用いた地球環境研究に役立てていただきたいと考えています。世界中の衛星データを駆使して、気候変動や生物多様性といった複雑な地球環境問題に対して、専門分野の異なる教員が力を合わせて取り組んでいます。数値シミュレーションや深層学習といった計算科学とリモートセンシングデータを統合し、豪雨災害など地球環境予測研究にも力を入れています。